カゾチャンネルでございます。いつもご視聴誠にありがとうございます。11月ね、だいぶ寒くなってまいりましたけれども、六甲の上に来てまして、今日もいい天気です。ただ風がね結構強いんですが、素敵な方がいらっしゃいましたので、カゾチェック OK ということでお願いしたいと思います。初めましてですね。初めましてです。初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうモデルのようなスラッと背の高 いお名前をお聞きしてもよろしいですか。セドリックと申します。セドリックさん、はい、セドリックさんはどちらの国のご出身で。フランスですね、はい、フランスですか。そうです、はい、とても日本語が堪能でいらっしゃいますが、はい、長く日本にいらっしゃる。そうですね、16年間ぐらいですね。16年、お仕事とか何をしていらっしゃる感じか。仕事は、フランス語を教えてますね。フランス語のじゃあ先生でいらっしゃってと。ロードバイク歴も長くていらっしゃるんですか。半年ぐらいですね。ゴールデンウィークからですね。ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークから始めましたね。何をきっかけに始められた感じですか。コロナでどんどん運動不足になってきて、ほうほう、まあなんか運動しようかなと思ってと思った時に、まあロードバイクでもしてみようかと。そうですね、ロードバイクをちょっと始めましたね。あ、そうなんですね。はい、じゃあそのセドリックさんのロードバイク、はい、クオータ。カーボンの素地がこう見えてる感じで。そうですね、結構古いモデルですね。はい、そうなんですね。多分2013年あたりぐらいの。2013年あたり。フレームはカーボンで。カーボンですね、はい。いらっしゃって。コールサというモデルだと思いますが、まあ、中古で購入したので、あんまり、別に、なんていうサイズが合いそうだったので、なるほど、なるほど。っていうことだけですね。そういう感じですか。セオリックの身長、ちなみに何センチで？183ですね。183センチ。とっても背が高くていらっしゃると。じゃあ、ハンドル周りからちょっと失礼しますが、はい、このハンドルが特にちょっと目を引く。はい。クワガタの角のような感じなんですが。そうですね。ブルホンっていう。ブルホンっていうハンドルです。ハンドルなんですね。はい、あ、そうか。ここになんかギアの。はい。シフトチェンジできるようになってて。そうですね、フリクション。あ、これフリクションというんですか。そうですね、はい、あ、で普通にブレーキと。ブレーキですね。あ、そうか、これフロントがシングルになってるんですね。そうですね、シングルな仕組みで。シングルなのでギアチェンジはこっちだけで変えていくと。はい、これは前と後ろにする感じですか。そうですね。おお、こっちはまあ硬くなりますね。硬く、はあ、なんかこっちは軽くなります。かっこいいですね。ちょっと見慣れない感じですね。チューブについてるものですね。ああ、そうなんですね。でこっちに持っていったっていう、ね、あ、持っていったという形なんですか。そうですね。あ、なるほど。いやー、ちょっとあまりお見かけしないので、とてもかっこいいですね。興味深いです。それからブレーキはアルテグラがついて、そうですね、はい、はい、いらっしゃって、タイヤの方はコンチネンタルグランプリの5000が入ってらっしゃって、雨タイヤかっこいいですね。28C が入ってて、ホイールはカンパのゾンダですね。初めからもうゾンダで行かれた感じですか。いや、最初は結構重いホイールで、はい、でゾンダに変えて。あ、ゾンダに変えてからの印象はどんな感じですか。あ、全然変わりました。あ、全然変わりました。すごい軽くなりました。あ、すごい軽い。あ、やっぱりさすがゾンダですね。それからクランクがシングル44なんですね。44で後ろの方は割と大きいから34までですね。34ですね。初めからもうこのフロントシングルでいらっしゃって。そうですね、そのシングルでシンプルな仕組みがこだわって。これで44で登ってらして重たくはないですか。重いですよ。重いですよね。重いですよね。ね、重いですよね。まあ部分的にダンシングではないと登れない。あ、登れない感じですか。パックさんが44でしたね、確かね。44。それから105がついていらっしゃってと。サドルの方はどんな感じですか。サドルは中華製ですね。あ、けどカーボンのレールの。カーボンで結構安いものですね。けど軽そうで。軽いですね。軽そうですね。ちょっとお触りしてもよろしいですか。全然大丈夫ですね。結構固めの。ちょっと固めですね。そうですね、はい、けどお加減は。あんまり問題ないですね。あんなくないです。痛く。痛くはそんなにないですね。ないんですね。なるほど、なるほど。シンプルでかっこよろしいですね。黒に赤の差し色が入っていらっしゃってと。これ一番気に入ってるところはどのあたりでしょうね。まあ、やっぱりハンドルですかね。ハンドルですよね。これちょっと私初めて見ますね。ブレーキもなんていう
ハンドルのに差し込む感じで。差し込む感じですか。そうですね。どちらで入手されたとか。西宮北口の店で、大杉総林ですね。大杉総林さんで。大杉総林さんでハンドルをお願いしたんですね。ハンドルをお願いされて。いろいろ相談して。おー、そうなんですね。大杉総林さんはね、あの土曜日とか日曜日になんか総合会をね、そうですね、はい、いらっしゃって行かしてもらったことがありますけれどもね、はいはいはい、たまに参加してますね、そのグループライドに。あ、に行かれてます。そうですね、サンデーライドに。あ、サンデーライドに行かれて、参加してますね。ああ、そうですか、そうですか。これとシングルもしていただいたんですね。あ、シングルにも。そうですね。ああ、そうなんですね。ビンディングなんかもすぐ慣れましたですか。1ヶ月、2ヶ月乗ってから、乗ってから、に変えて。ああ、そうですか。最初はちょっと怖かったんですけど、立ちこけはしなかったですね。立ちこけなしですか。そうですね。素晴らしいですね。立ちこけだらけでございます。カツオと、カツオくんは。立ちこけは何回もしそうだったんですが、しなかったです。しなかったですか。ああ、なるほど。半年ということは、今まで最長距離はどのあたりまで行かれましたですか。この前、淡路島一周。淡路しましたか。そうですね。はい。締めから。中島で行って、ええ、自走で行かれたら230ぐらいですね。そのぐらいですね。30ぐらい行かれました。はい、そうですね。ああ、そうですか。これはすごい。引き上げました。すごいひどかったです。そうですか。あの、一応カツオ2周してますんで。いい、すごいですね。ぜひあのチャレンジしていただいたらと思います。いや、無理です。こんなことないですよ。この先どっか行ってみたい場所なんてあったりいたしますか。まあ、琵琶市とか。あ、琵琶市ね。行ったことがないところだったら、ね、ええ、どこでもいいっていう考え方で。ああ、そうですね。しまなみ海道なんかは行かれたことありますか。ああ、まだないですね。そうですか。それも結構気になってますね。ぜひしまなみ海道ね、自転車で最高ですので見ていただけたらと思います。はい、あとなんかこだわってるところとか気に入ってるところのご紹介がもしありましたらですけどね。そうですね。はい。やっぱりシングルも結構。シングルがいいですね。そうですね。クランクの、まあ、シルバーと黒のこの感じがデザイン的にはデザイン的にもかっこいいですね。これクランクはどこのメーカーとかあったりするんですかね。中国のメーカーですね。あ、そうなんですね。安いものですね。あ、じゃあ比較的お安く手に入るような。アルミなんですが結構いい、比較的に軽いですね。はあ、そうですか、そうですか。クランクセット BB、700、800あたりぐらいですね。あ、ぐらいですか。さらになんかグレードアップしていこうとするような場所ってあったりいたします。そうですね、次はフレームで変わります。あ、フレームで変わります。そうですね。もう決まってるんですか。もう決まってます。決まってる、はい、これまだ秘密ですか。秘密です。まだ秘密ですか。じゃあ秘密です。次回お会いできるときは楽しみにしつつと。そうです、いうことですね。では素敵なバイクのご紹介誠にありがとうございました。いや、こちらこそ。はい、ありがとうございます。ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願い申し上げます。